皆さんこんにちは皆さんの心の羅針盤尾端森代ですアブラハムの家庭を中心とする復帰節理が続いています前回アブラハムは信仰基台において3種類の備え物特に蘇生記鳩を咲かずに失敗してしまったここまで学んでまいりましたまずここから見る教訓がございます 大きな牛は咲きました。牛を咲くというのは、大変な労力、決意がいるものです。さらに、羊も咲きました。これも大変なことだと言えます。小さな鳩、これは味方によってはいつでもできる。実はサタンは、こういうところを狙ってくるというのです。私たちの日常生活においても、 決意しなななければできないようなことサタンはこういう時は人間も決意してますからあまり近づくことができないサタンが狙うのは油断しそうな小さなものつまずきの石は小さいといいます石がもし大きければそもそもつまずきません避けて通るのですイエス様も聖書で ルカによる福音書16章10節で生じに忠実なものは大事にも忠実である小さなことに注意しろとこのような御言葉も語られていらっしゃいますこれは私たちの日常生活における教訓とも言えるものですもう一つこの3種類の備え物から教訓にできる内容がございます 前回見ましたけれどもアダム家庭の桃源復帰の話つまりアブラハムは自分の愛する妻サラをパロ王のところに奪い取られた時愛する妻サラのためには寝ないで徹夜で必死に祈った「神様どうかサラを守ってください」。それに対して神様の願いである3種の3種類の「 備え物この時は自分の愛するらの時には切実になったそれに比べて少し何かが足りなかったアブラハムなりの努力はあったでしょうけれどもやはり小さい鳩を咲かなかったそこには油断があったのですつまり自分の愛するものを大切にするそれを超えた基準で神様の願いに向かうことができるのかここが一つの ポイントだったと見ることができるのです私たちも日常生活の中で自分のために頑張ることがあります時に学校の勉強アルバイト部活これはこれで投入しますしかし問題はそれ以上に神の願いに私たちは心を割くことができるのか御言葉の前に祈りの前にために生きる生活の前に 私たちはより多くのものもを捧げるそれだけの内的なものがあるのかこれが問われるというのですいずれにしましてもアブラハムは3種類の供え物で失敗してしまいましたしかし聖書を見るとここで終わらないのです今までであればまた10代何百年後次の誰々しかしアブラハムは終わることができない原理功労を見ると 失敗したアブラハムを再び用いる理由三つ,つ目がアダムノアそしてアブラハム3次で完成すべき原理的条件3度目であるがゆえに次に行くことができないこれが1つ目の理由ですじゃあ3度目は何やってもいいのかそうはいきません2つ目の理由があります 三度目何としてもアブラハムをここでもう一度立てないといけないそこで神は二つ目の理由を見つけ出してきます人間の堕落の時サタンはアダムに侵入したのみならず息子のカインに侵入し親子二代を奪い神の摂理を崩壊に導きましたサタン側が先開けてそれをした以上桃源復帰の原則によって 神側もアブラハムは確かに失敗したしかしサタンが一度親子に渡って2代用いているのだから神側も2代に渡って取り戻すチャンスがあるさらに3つ目の理由がありますアブラハムは確かに進行期待失敗しましたしたかしその時神は「アベルは信仰期代勝利したじゃないか」「ノアもあれだけの大洪水運ぶ、ね 頑張ったじゃないかアベルとノアの立てた信仰期待、勝利の心情的期待を引き合いに出してアブラハムを何としても守ろうとされたのですここにも神様の愛が描かれています私たちも時に神から外れてしまう時があるしかし神はそういう時にどうするでしょうかサタンは残暑してくるかもしれない しかし神はこの子は今はこういうところがあるかもしれないけど過去こんなに頑張ったじゃないか小学生の頃は中学生の頃は青年の頃は過去を引き合いに出して守ろうとしてこられる場合によっては過去の先祖たちまで引き合いに出して守ろうとしてこられるここにも神様の愛が描かれているのです。ではこの後 どんな設理が展開するのでしょうか残念ながら時間がやってまいりましたまた次回続きを見てまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました